おはようございます、こんにちは、こんばんは、狼絶景版続きをやっていきます。前回ね、なんだっけ、都へ行く途中にあったこの暗黒寺にちょっとまあ、寄り道をしてきたわけなんですけども、とりあえず行ってみましょう。気になるのはあのナンパ線、あのナンパ線ちょっと気になるよね。気になるのはいいんだけど、一応こっち側でもまだまだいろいろと、なんだあれ、はい、わーい、なんか出た、トンボ玉、よいしょ、浜札、よし、溺れちゃう、よいしょ、ここから登れるか、よいしょ、ここ何かありそうだね。とりあえず掘るだけ。よいしょ。あの人はなんだ。あそこに座礁している船。かわいそうにな。あと少しで港に着くってところだったのに、おっかない水流様に襲われて沈められちまったんだ。なんでもすごいお宝を積んでたって話だけど、やっぱり水流様が暴れ回るこの海を航海するなんて無理があるぜ。水流様、お前もこんなところで海水浴なんてやめといた方がいいぜ。水流様は狼だって容赦なくパクッといっちまうからな。なんだいその水流様ってのはよ。お前水流様を知らないのか。今この辺一帯の海で暴れ回っているバカみたいにでかい竜の神様だよ。本当は海の平和を司る神様だったんだけど、ある日を境に突然暴れて人を襲うようになったんだ。都へ食料を運ぶ船もみんなその水流に沈められちまって、都の女王様は困ってるだろうな。あそこに沈んでる船だってすごいお宝が積んでたらしいけど、水流様に襲われてあのありさまだよ。てかおっさんすごい格好だな。おっさんすごい格好すぎて、なんかやだ。夜になったから、さっきのこの下のところ、ああ何もないか、あると思ったんだけどな。よいしょ、船か。でも水流様、ディバイアさん。お、なんだよアマコ、この櫓に登りたいのか。確かにこの上は見晴らしが良さそうだもんな。でもそりゃちょっと厄介だぜ。この作りじゃいくらお前がカーペジャンプしても天井に頭をぶつけちまうだけだからな。お前に2倍のジャンプ力でもありゃ話は別だけどよ。ほう、2倍のジャンプ力。おお。助けて。僕はまだ死にたくない。な、
溺れ死ぬ坊ちゃん。あー間に合わなかったか。よいしょ。だからなぜ落ちる。お、人魚の子線か。しょうがない。っていうか、やけにあれ。減るの早くない？気のせい？よいしょ。ここはなんだ？ああ、あの、あそこに降りられる。猿がいるか。似てるけど。ここら辺はまだ何もできないような感じか。なんかあのナンパ線何か光ってんだよね。気になる。幸せポイント。あれはただの坊さんか。よいしょ。朝になった。たたり場じゃないな。よいしょ。インフィニティ。お、イノシシがいる。クリボン。よーリボー、豆食え豆。かわいい。よいしょ。あ、豚？イノシシじゃないよね。豚って豆でいいのか、でも豚って確かイノシシの品種改良版みたいなものなんだよね。あのイノシシをこう食べやすくするというか、あのよく太りよく育つように作ったのが豚じゃなかったっけ。なんかそんなこと聞いたような聞いてないような。さてあそこの建物も気になるね。いけるかな。まあいけるよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。でもさ、水流様とかさ、こう海に来ていろんなこう得体の知れないものがいるからあんまり好きじゃないんだよ、泳ぐのは元から。小塚流武術道術見学自由友達同士の参加か。なんか経営に必死って感じが必死って座ってくら。おおっちゃん、こりゃ可愛らしい狼さんがやってきたの。あれ
じいさん、どうしてこんなところにいるんだ？小塚流は神出鬼没。たとえ絶海の孤島であろうと、雪吹きすさぶ極寒の表現であろうと、運の道を開くためにわしは雨が下を飛び回るのじゃよ。それよりお前さんもこんなところへ何よじゃな。もしかしてまた武術を学びに来たのか？ああ、神業真空。なんとお前さんまた稽古に挑むというのか？そうか、そこまで言うのならば仕方がない。今度こそ手加減はせんぞ。うむむむむ、うわー、いつ見てもこれ怖いよ。首が回る。ふう、貴様覚悟はできているのだろうな。ではこの中へ入るがいい。それでは稽古を始めるぞ。貴様が今から習得するのは神業真空だ。まずは極意取得の心得をしっかり頭に刻みつけろ。神業真空の極意、まずは罰ボタンを押して宙へ舞い、すかさずもう一度罰ボタンを押すべし。さすれば空を蹴ってさらなる高みへ登ることができるなり。罰ボタンをギュッと長く押しっかり押して高く、どうだ、理解したか？二段ジャンプできるってこと？それでは貴様にこの技の指南書を授けよう。武人の魂を忘れた時はこれを見て熱き心を思い出すのだ。おう、よし、そこまで。見事だ、貴様の魂しっかりと見せてもらったぞ。その魂腐らぬように日々精進する修行に精進邁進するのだぞ。では行くがいい。その技を駆使し妖怪どもに正義の鉄槌を狂わせるのだ。じゃあ二段ジャンプ。二段ジャンプできるようになった。なんじゃ、何おかみさん、穴掘り大名。おお、いいよ、もうスキップだ。何度も変身シーン見られるか。それでは稽古を始めるぞ。貴様が今から習得するのは神業穴掘り大名だ。まずは極意取得の心得をしっかり頭に刻みつけろ。神業穴掘り大名、心を落ち着け地面の上で、三角ボタンをただひたすら連打すべし。無心に達すれば今まで掘ることがで叶わなかった土をうがつすことができるなり。あとはただただ掘るべし。どうだ、理解ですか？はいはい、じゃあ品種もらった。あ、こういうところ掘れるようになってると。よし、そこまで。見事な貴様の魂しかとですね。よし、ありがとう。よし、これで大体のところが掘れるようになったってことか。他に何かあったよね。武礼共鳴散々、神業5個、なんと思います。五個なんか色がついてたけど、あれはなんかあるのかな。それでは稽古を始めるぞ。妻がこれ今から習得するのは鏡技五個だ。まずは極意習得の心をしっかり頭に刻みつけろ。鏡技五個、四角ボタンを押して攻撃を開始、連続してタイミング四角ボタンを押す。これを繰り返せば鏡の攻撃が最大5段までつながれない。またはその華麗なる連続を引き寄せる。鏡の技が 5段まで上がるのか。
装備を鏡にして3、4、5、前まで3回までしかできなかったっけ。3、4、5、最大5回まで。他にはあと2、3個残ってたよね。玉技、激玉、剣技。舐めた態度、こっちに言うじゃないか。それでは稽古を始めます。貴様が今から習得するのは神業ブレイだ。まずは極意習得の心をしっかり頭に刻みつけろ。戦闘中に丸を短くし、敵に舐めた攻撃を食らわすべし。それは妖怪の怨念が妖怪気分となって心を刻みつけろ。舐めた態度ってどんな攻撃？おしっこかい。やだなこれ。あんまりこの技使いたくないな。あーもうお金がないか。いろいろ売れるものはあるっちゃあるけど、ダンジャンプができるようになった。あとこの辺も取れるようになったかな。取れるね。よし。確かあれがあったよね。あの商売人屋さんがいっぱいいるのかな。いたいた。ちょっと
得体の知れない奇病が流行って人がバタバタ倒れてるっていうじゃないか、まあ、噂話なんて大げさに伝わるもんだけどさ、するプロいい玉あ、ハッキーコーロー漆器のセット牛の角飾り水晶真珠、こんなもんか。とりあえず学べるものは全部学んでおこう。ごく習得の心をしっかり頭に刻みつけろ。興味は表陣形裏陣形両方に鏡を装備しているときに鏡威力を増加させる技なり、攻守合わせて持つ共鳴で敵を翻弄して打つ。分かった。あ、表と裏に鏡を持つと、覚えられる分だけ覚えたいから、とりあえずあとどれができるかな。ブレイコ、激玉、よし、あ、スムスカットが連続してタイミングですよ。赤玉の攻撃が最大6段までつながる。はーい、赤玉で攻撃、
ット数が多いね、だいぶ。でラストかな。じゃあ行きますか。これ以上は現時点では特にないもんね。またお金貯めてから来よう。さてと。だいぶでもこれで強くなったんじゃない？ちょっと戦ってみる。表と裏とやると攻撃力は高くなるか。使いたくはないけど、なんか使っちまうな。そう、嫌だな、この。よいしょ。さて、あれは誰だ？動物的なのおかしいな。僕の飼っていた稲葉がどっかに行っちゃったんだ。バンコ、どこかで見なかったかい？稲葉。みんなは誰？あ、そうだそうだ。他にももろもろと。これであの灯台の方に、灯台というか物見やぐらにも登れると思うから、よし、月の形、あ、
なんだろう。おへえ、こりゃいい眺めだと言いたいところだが、ムザーのナンパ船が丸見えで物悲しいものがあるぜ。おや、よく見ると海の底に妙な模様が見えねえか。まるででっかい三日月のようだけど、サンゴ礁に岸は綺麗な形だよな。うん、え、月をかけってこと？お、復讐じゃないよな、なんだろう。海が割れた。こりゃたまげたぜ。海にぽっかり穴が開いちまったじゃねえか。なんだか不気味な光景だけど、あの干潟歩いても大丈夫か。はあ、よいしょ。都に行く前にどん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 新しいイベントが始まってしまう。へえー、すげえでかいね。何かあるかな。特に何もなしか。お、よいしょ、中ハンマフだ。へえ、船の下ってこんな感じなんだ。お、あそこも光ってる。それじゃ行きますか。中に入ってみよう。なんかいいお宝とかあればいいけど。ナンパ船。あれ？呪い一文字？ムズットから宝を守るために厄除けの封印をすることはあるが、こんな不吉な封印は見たことかね。まさかこの船丸ごと何かに呪われてるんじゃないだろうな。ということはここはまだ何もない、いけないってことか。しょうがない、じゃあ戻りますか。っていうか戻り方どうすればいいんだろう。どうやって戻れればいいんだこれ。太陽が出れば消えるとか。あ、やっぱり。うわー、よいしょ。遠い。というわけで、ナンパ船はまた次回って感じかな。さあ早速、じゃあ
ってみますか。何もないよな。さて、抜こう抜こう、ちょっと待ちなさい。よし、よだけだったらなんとか。やはり爆弾の力は強いな。お猫様には、こいつどうすればいいんだ。風か？やはり。難しいな。あれどうやって集めたの？なんか書いてないかな。戦争だけじゃない。妖怪になったの。ジョロウグみたいな。黒アンマノジャク。青アンマノジャク。何度も叩くと色が抜けたようになった。捨てかねじぞ、寺の鐘の音が気に食わぬと因縁をつけられ、
首を落とされた僧の胸が乗り移った僧、切り落とされた首を探して血の下に潜り鐘を鳴らして見せる人を脅かす。血の下より我が首知らぬ方問われたなら正面に向かって人を足飛ぶとよい。地より飛び出た捨て金地蔵は目標を見失ってまた地に帰っていく。首が荒物のいたずらで首を取られた地蔵に容器が宿り妖怪となってカラス天狗。剣の出前は主戦座敷入だと罵られた侍の怨念の姿とても言われている。扇を持った姿で描かれているのはその名残であろうか。カラス天狗の投げた扇を見事切り落としたりより素早い刃術を見せると剣の力乱さを思い知り消え去ってしまうという。カラス天狗が太刀で防いだところを切り払い、一刀のもとに対峙した剛腕の剣士からの相談です。うぶめ、あ、さっきのこれか。侍に切り捨てられ無念の死を遂げた女性が鳥について生まれた妖怪と言われている。この妖怪はどんな剣の達人が挑もうとも手にしたからかすでひらりひらりと泳げてしまう。そして腰に据えた妖刀で挑んだものを狩り討ちにしてしまうのだ。ある徳の高い僧がこの妖怪を知り不憫に思い剣の腕の立つ剣士を雇って産みを呼び寄せた。剣士が切りつけ、からかさを構えて防いだ瞬間に法力で風を起こしてからかさを取り上げると、産みはかつて自分の女であったことを思い出して丈夫したという。やっぱり風か。あ、9。赤かぶ。分かってきた、ね、対処法が。パンダ柄には特にないか。それではお邪魔します。西安寺を
なんでこんなところに虫がいるの。謎の牛が。牛乳。昔搾り体験とかしたっけな。庶民会選挙。なんだこりゃ。せっかくにぎやかな都へ着いたっていうのに、妙に毒々しい色の霧に覆われてるじゃねえか。なんだか体に悪そうだけど、こんな霧の中でみんな普通に暮らしてるのか。無駄、ダメなんだ。枕かぶりですね。卑弥呼様は、女王卑弥呼様は一体どうされたんだ。いつもは我々のような庶民でも神殿で悩みを聞いてくれ。それに強力な法律です。妖怪どもからこの西安家を守っておられたのに、突然神殿に閉じこもってしまわれるなんて。卑弥呼様、どうかお助けください。おいおい、大丈夫か。ワンコ、お前は何ともないのか。卑弥呼様が神殿に籠られた途端、濃い霧が都中を覆い始め、なぜか体が日に日に重くなっていったんだ。今ではこの通り、薬を買いに行くにも難儀するありさまさ。卑弥呼様は、女王卑弥呼様は一体どうされたんだ。卑弥呼様がいないと、いないというか、こいつは随分大層なかがり火だ、かがりかごだぜ。どうやら炎を灯して夜道を照らすためのものみたいだけど、その炎がすっかり消えちまってら。はあ、ああ、参ったな。今海で水流が暴れ回ってるせいで品物が入荷できなくて困っちゃうよ。漁師もばらの海にも、この都の水路にも美味しい魚がいっぱいいたんだけど、水流騒ぎ以来、魚という魚がさっぱり取れなくなっちゃってさ。おかげで新鮮な魚の買い取り価格は絶賛高騰中だよ。なんだ岩子、もしかしてお使いに来たのかい。大したものはないけど、まあ見ていってよ。魚が高騰中。こいつらは早く、こりゃいけねえや。さっきさっさと文の配達をしなきゃならないというのに、腰が抜けたみたいに動けなくなっちまった。今日の霧はまた一段と濃いけど、こんな日は決まって体の調子が悪くなりやがら。確かに霧の中ってのは気が滅入るけどよ、人を苦しませる霧なんて聞いたことないぜ。ああ、武器や。おう、ワンコロ、こんな霧の中で歩いてどうしたい。今この西安橋を歩き回ったってろくなことはないぜ。ある日突然都中に霧が立ち込めたと思ったら、方々にたたり場まで現れやがった。女王卑弥呼様も神殿の奥に引っ込んじまったし、みんな家の中に息を潜めてら。まったくこんな時に何とかしてくれるのが役人だろう。もっと客に来ねえもんだから、つい話し込んじまったい。さあワンコロ、お使いならさっさと済ませて帰んな。お、武器屋さん。おどうやらもともと池だったところみたいだけど、今は水がなくなってまってカラカラになってら。ああ、
都の女。うん、気のせいか、体の調子が日に日に悪くなっていくようですわ。海では守り神の水流様が大暴れしていると聞きますし、吉野原は昔のような平穏を失ってしまうのでしょうか。この胸騒ぎと辛い差し込みはいつになったらなくなるのかしら。アマコ、やっぱりこの霧は普通じゃねえ。だいたいこの都の中だけ漂ってるなんて、いくらなんでも不自然すぎら。今はまだ無事な人間もいるようだが、このまま日数が経ったら一体どうなっちまうんだ。ほう、発掘工事中に着きた地域です。水路の工事？おい山子、ちょっと面白そうじゃねえか。なくに、全く水流の野郎、好き勝手暴れやがって。海の神が海の太平を乱すなんて一体どういう了見だい。この水路が枯れちまったのもきっと水流のせいに違いねえ。海神が大暴れしたもんだから、海湖のへそが閉じちまったんだ。湖のへそ、宮大工殴り。おいおい、ここでも何か厄介事かい。なんだか宮古中に物騒な空気が漂ってんな。うん、おお、大神、水が飲みたくてここまで来たのか。残念ながら見ての通り、この水流には一滴の水も残っちゃいねえ。水路の水は俺たち人間にとっても大事な水源だから、こうして地下深く穴を掘って水をほじくり出そうとしてるんだが、みんな病で寝込んじまって誰も工事ができねえときやがった。それで結局ここに残ってるのは大工の俺一人ってわけよ。だけど俺は諦めないぜ。大工で鍛えたこの頑丈な体、こんな時に使わなくてどうすんだい。なーに、この水安郷の建物はほとんど俺がぶっ立ててきたんだ。どこへどういじりゃどうなるか全部知り尽くしたら、この水源掘りの鍵を握るのはズバリこの琵琶湖のへそよ。おめえいい目をして人の話を聞きやがんな。それなら琵琶湖のへその話を教えてやろうじゃねえか。この西安京は両島原の土手っ腹、琵琶湖の真ん中に置いてんだ。その琵琶湖から染み出す水が西安京の水路を潤してるわけだが、水流の野郎が大暴れしたせいでその琵琶湖のへそが閉じちまった。水源のへそが閉じりゃ当然水は枯れちまう。それでこんなありさまになっちまったというわけよ。俺の見立てじゃちょうどこの辺りが琵琶湖のへそにちげえねえ。あとはひたすらほじくり返しや水がドバッと湧き出すはずだい。どうよ大神、この話を聞いて震わねえか。震えん、心が震えたなら この俺の仕事を手伝わせてやってもいいぜ。手伝おうか。この野郎いい目で返事しやがる。狼にはもったいねえや。だがやるからには人も狼を関係ないぜ。仕事の仕方を教えてやるからしっかりと聞きない。いいか、分かってると思うがこの真下には琵琶湖のへそがある。俺は精神を集中させてそのへそを探すから、おめえは血の底へ向かってその爪でガンガン穴を掘るんだ。おめえの掘った穴を進んで俺がへそを探し当てたら、俺が自慢の大殴りでへそをこじ開けてやるからな。もしそれでも水が出ねえときはおめえも一緒にほじくるんだぜ。どうだい、おめえの重要な役回り頭の中に入ってか。はい。よし、いい目だ。それじゃあ人間様と狼様のへそ討伐、早速追っ始めるぜ。温泉探しと同じ感じか。ここじゃないな、最初からやり直す。
これってどうにかして壊れないのかな。ちょっと待て、ちょっと待て。こうして。なんでや。ダメだな、最初からやる。こっちで、
違うな。あ、なるほど、飛ばせるのか。まで来たぞ。これで。ああ。一応大体の道のりは分かった。さあ大変だ。水が来たけど、でもさっきのあれ、ヒロオカミ、琵琶湖の恵みたるこの澄んだ水を、このところ水流騒ぎやこの煙てえ霧で西安宮はなんだかおかしなことになっちまってる。でもたとえどんなにでかい災難が立ちはだかろうと、うろたえず一つ一つ丁寧に問題を解決していくことが大事なんだ。ひとまず俺の役目は終わりだい。オオカミ、おめえもいい仕事してくれたぜ。ありがとう。でもなんかいくつかおそらくあれ宝箱を沈んだままだと思うんだよね。まあいいや、とりあえず今回はここまでにしましょう。それではお疲れ様でした。